日本出版販売、リブロ株式会社リブロは、かつて、東京都豊島区東池袋に本社を置いていた、中規模書店チェーンである。セゾングループを率いた、堤見聖司が創業に関わり同グループにおけるの、文化戦略の一翼を担った。2003年7月に、日版参加となる。書店経営に逆風が吹く中、経営基盤を強化するとともに、 店舗経営などを効率化するため、2018年9月1日付で、同じく日本産加のマンダ・ショジ、株式会社、株式会社アユミブックスと合併。株式会社リブロプラスとなった。なお店舗におけるリブロの称号は引き続き使用されている。関東地方を中心に主要都市で、商業施設、テナント内を中心に展開する。パルコ内に出店していることが多い。 また本店を西武池袋本店書籍館別館に構えていたが2015年7月20日をもって閉店している。なお、韓国には同名、同業種のブックスリブロが存在するが、本校のリブロとは無関係な会社である。本社が2013年9月まで入居していたメイコービル1970年代の池袋は思想、社会系で優れた品揃えをする。 駅西口の法輪道書店や、東口駅前に店構えした、法律、経済系に強い老舗新境道書店など、多くの書店が競合していた。そのような中、筒み政治宛に文化を標榜している西部流通グループがなぜ自分の力で書店を作ろうとしないのか、との趣旨がしたためられた手紙が届いた。それを読んだ筒みは自前で書店を立ち上げることを決意し、 1975年9月には、旧リブロ、池袋本店の前身となる西部ブックセンターがオープンした。百貨店テナントとして、歴史も人材も持たぬところからのスタートであった。その後1985年には、西部百貨店や西友内に設けられた書籍売り場を統合し、株式会社リブロが設立された。また1980年から1998年まで、 系列の出版社として、リブロポートが運営されていた。書店業界も小売り一般と同様、営業規模がものを言う、大規模化、チェーン化の道をたどり、1997年には、近畿地方に地盤を持つ純駆動書店が、池袋店を出店させ、商戦の激化に拍車をかけた。1998年には、リブロの経営を、声優からパルコが引き受けた。 2003年7月には日本出版販売がリブロの株式をパルコから90%取得することで買収した。これによってセゾングループから外れた。また2000年代中頃には同じ系列で同業種だったパルコブックセンターとの経営統合を行った。以後リブロ自体の営業は大型化を進め、池袋本店は西部池袋線改札横に立地し、 純駆動書店池袋店、西口側の朝日屋書店、池田書店等と競合する。日版参加となった以降は、各地の大型商業施設への出店を進めているや、沖縄県那覇市のパレットクモジ、リュウボーへの出店など。2015年3月、本店を西武池袋本店書籍館、別館から撤退すると発表し、同7月20日の営業をもって閉店した。 なお跡地には7月29日に三成堂書店、池袋本店がプレオープンし、12月6日にグランドオープンした。またリブロは池袋周辺に移転先を探しているが、7月現在未定とされている。ありがとうございます。